ただいまカンカン同率大学別対策講座の履修を募集しています。詳細は説明欄に書いているので、そちらの URL や動画を見るようにお願いします。お願いします。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの吉田です。マナビズムの江戸です。こんにちは。こんにちは。今回の質問です。はい。いつも拝見させてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。突然なんですが、インフルエンザにかかりました。そこで今までできていた勉強のサイクルがあったんですが、インフルエンザが、治った後なかなか勉強が手につかず元の勉強のサイクルに戻していません。どうしたらいいでしょうか。という内容です。あるなあ、この時期体調崩しがちです。みんなほんま体調気をつけてください。気をつけてください、吉田先生もこの前までね、てか昨日体調崩してましたけどね。ほんま体調崩してくださいね、はい、それも一つの受験生の仕事ですからね。仕事なんかなでもまあ体調崩す手でなやらなあかんところもあるわな。はい、で、体調崩した後の勉強のサイクルの戻し方なんかあります。戻し方ってむずよね。難しいですね。多分この動画上がる頃にはもう戻ってると思うそうですね、戻ってますね。戻ってると思う。まあだからこれからかかった子のために話しますが、まずは一番大事かな、これが。まずは机に向かう、これですね。なるほど。はい、やっぱり動き出しっていうところが一番エネルギーいるんですよ。そうですね、そうですね、はい、なのでもうとりあえず1問1分でいいから手動かしてみる。もうそれをすれば徐々に戻っていくと思います。はい、なのでまあシンプルなアドバイスになりますが、まずは机に向かうです。はい、これが僕からのアドバイスになります。なるほど。代表は、いやこれね、はい、最近もあったんすよ、はい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 、生徒が体調崩して2日ぐらい全然勉強できてないですけどどうしたらいいですかみたいな、よしよしみたいな感じでやったんですけどいやこれサイクルを戻すとか以前ね、はいはいはい、以前に風邪ひいてしまって勉強できなかった自分を責めないっていうことが俺一番大事やなっていうふうに思うんですよ。ジーンときた。ほんま？そのしゃあないやん、はい、もうそれ、はい、でもみんなめっちゃ勉強してんのに私全然やってないって言ってて、でもしゃあないやんって、もうやってもそんなもう風邪ひいてもうたやからもうそんなも取り返しつかんやんって言って、だからもうそんなもうすぐ取り戻せるんやん、取り戻したらええやなっていう話をしてね、あほんまですかっていうふうに言って、まあ、帰っていきやったんやけどその子は、うん、だから一番良くないのは、うわもうあの時風邪ひいてもうたから全然勉強できなくて、うわどうしよううわどうしよううわどうしようって一生考えて勉強できてないことが良くないんだよね。だからもうしゃあない、しゃあないそんな、まあ、あるあるそんな、はい、受験、1年間もやっちゃうと風邪もひくと、うん、大丈夫崩すわいと、まあ、当たり前や、次に進もうぜっていう感じで楽観的に、ね、なった方がいいかなっていうふうに思います。もう精神的な話ですけど、俺はそれはもうペースを戻すとかよりも、うん、そう思う、もうしゃあないっていうふうに思うっていうことが大事かなっていうふうに思います。はい、はい、それではこの質問はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。質問は説明欄にある LINE アットに登録して、そこから投稿するようにお願いします。チャンネル登録もよろしくね。よろしくお願いします。